夕方5時半になりました。ハマリポ放送部マイルートの日。マリン FM をお聞きの皆さん、マリナード地下街にお越しの皆さん、こんにちは。しっとり系でお届けしています、 MC のみーちゃんこと川内みずきです。さて10月から新しいオープニングでお楽しみいただきます。ということでこの後スタートしますよ。あれこれ曲がですね変わってるんですよ。ひまわりプリンセスの幸せダンデライオンからお届けしています。ではあ、もう私始めていいんですね、はい、始めちゃいますね。声が入っちゃいました、ね、まるちゃんですか。はい、早めに入っちゃっていいんですか。いいですよ。皆様こんにちは、アット横浜アンバサダーのまるりおなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあここから元気出していいんですか。あのしっとり系で始めて、その後ちょっと待ってから元気100倍でお送りしてくれとディレクションがあったんですけど、もうこっから出していいですかね。私100倍でいっちゃってください。いっちゃいましょう。ということで改めてこんばんは。こんばんは。マリン FM ハマリポ放送部マイルートの日始まりました。皆さんお元気ですか。あのこの10月からですねリニューアルバージョンということで、音楽もタイトルもいろいろ変わっていくので、ぜひそちらも注目していただきたいです。で、変わらずですね続投いただきました横浜愛あふれる浜っ子部長のみーちゃんこと川内みずきです。そして一緒に届けてくれるのは、はい皆さんこんにちは、アット横浜アンバサダーのまるりおなです。よろしくお願いします。お願いします。今日は打って変わってですね、何が変わるかっていうと会場が違うんですよね、はい、そうなんですね、はい、いつもはハンマーヘッドスタジオからお送りしていますが、今日はマリナード地下街のサテライトスタジオからお届けしております、はい、このハマリポ放送部マイルートの日は毎月第2土曜日と第4土曜日のこの時間、夕方5時半から30分間お届けしている、横浜好きのための横浜特化型情報番組です。ハマリポリポーターとしても活躍中の部員の皆さんと一緒に横浜のおすすめスポットをご紹介したり、ゲストをお招きしてディープな横浜情報を伺っていきます。今日もお楽しみください。そしてまるちゃん、今日はなんといってもですね、はい、ハマリポ放送部1周年記念ということで、そうですね、そうなんです、限定グッズも販売中でございます。そうですねそうなんです、はい、バーユバーユ、バーユ、馬の油のね、はい、はい、グッズも販売しておりますので、ぜひ皆様会場にお越しください、はい、ということで始めてまいりましょう。アット横浜プレゼンツハマリパ放送部マイルートの日、せーのスタート。アット横浜プレゼンツ、あーすごい、マイルートの日、これもう俺放送入ってます？放送入ってますか？なんとお花をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてたくさんの方がね会場にもお越しくださって、もう嬉しいです。ありがとうございます。ナオディとそして中村氏がですね。中村氏がスタッフの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お花もいただいて、カエルもついてる。私カエル大好きなんですよ。私はワンちゃんか、ワンちゃんですねこれは。ワンちゃん最初。クマちゃんかなって思ったんですけど、マロがついてるのでこれはワンちゃんですかね。だってマロちゃんね、お家で、そうなんです、お家でワンちゃん飼っていて、このマロが目の上についてるので、その子たちをあれじゃないですか、イメージしてくださったんですかね、はい、ありがとうございます。嬉しいです、嬉しいです。いやこれからもね、はい、マリポ放送部盛り上げていきたいなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやびっくりしました、サプライズだったの で、今放送事故になるのかなと思って、スタッフの方がですね入られた時ノータッチ触れずにいたんですけど、お祝いしていただきました、お祝いしていただきましたねそしてこの時間はですね、名前が変わりました、ハマリポ調査隊というコーナーに入ってまいります、
横浜の最新スポットやグルメを紹介するのは変わらずですね、うん、はい、そうですね、はい、まるちゃん、今日のテーマは館内のおすすめグルメ、あ、そうですね、ということでお届けしていまして、はい、ぜひ皆さん、あのツイッター改め X の方でハッシュタグハマリポ放送部で館内のおすすめグルメ教えてください。お願いします。しています。まるちゃんはいかがですか、館内グルメでいうと。館内だと、うん、そうですね、ここの近くのマリナード、はい、マリナード地下街で、はい、だと、うん、私が気になるのが馬カツ丼さん、あ、くまモンの、くまモンの置物が置かれてる、はい、で私たちの今日のお昼が、お昼のお弁当が馬カツ丼さんの、そうなんです、ね、はい、美味しかった、美味しかったですね。あのメンチカツと唐揚げが入っているお弁当いただいたんですけれども、はい、なんかあの唐揚げ変わってましたよね。そう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 あの出汁がついてて、そう、あの酸味のある出汁で、はい、それをかけていただくんですけど、なんかまた鶏肉の旨味を引き出してくれるようで、うんうん、とっても美味しかったです。なんかこちらの出汁は、うん、出汁をつけて、出汁酢を、出汁酢なんですね、酢をつけて食べるのが熊本式だそうで、そうなんですよ。じゃあ熊本はしょっちゅう食べてるってことですね。あ、そうですね、もう熊本の方と熊本も、ね、ああいうカップ食のいい感じで、可愛、ね、い感じで私が気になってるのが、うん、お弁当ではいただいたんですけど、はい、店内の中には行ってないので、うん、あ、行ってない、確かに行ってないですよね、うんうんうん、なので食べたいなっていうのと、熊本のね料理が食べれるっていうことで、うん、なんか馬刺しなど熊本料理が楽しめるそうです。馬刺しも熊本ですか。そうなんですよ、私、そうなんですね、気になる。私まだ人生で馬刺しを食べたことがないので。あ、そうなんですか。そうなんです。じゃあ初めてがもしかしたら、はい、馬活動さんになる可能性が。まるちゃんおごってくれるんですか。あ、偉い方ぜひよろしくお願いします。あれ、断られちゃったないや、いいですね、マリナの地下街も、はい、あの馬活動さん含め、はい、たくさん、あ、そうですね、店もね、たくさんありますし、はい、他もいかがですか。他、あのお酒私全然飲めなかったんですけど、うん、あのバーとかも持ち込み、うん、OK なバーとかもありまして、なんかすごい気になるなっていうのと、うんうん、あとお惣菜、うん、私もよく買わせていただくんですけど、あ、そうなんですか。お惣菜が、なんとなんか安くなってるんですよ。もう普通のスーパーで買うよりも、うん、すごいお得に買えたりとかするので、うん、私はもうなんかここを知っちゃったら、うん、ここで買うしかないなっていう。あら、はい、まるちゃん御用達なんですね、はい、ちょっともしかしたら、うん、お仕事終わりとかにいるかもしれないので、会えちゃうかも、会っちゃうかもしれないですいいな、ちょっとハローかな。でも行かれてましたよね、お惣菜。ハムカツ好きです。そうですよね、うん、ハムカツ、ハムのね肉厚さがたまらないんですよ言ってたので、この間買いました。それ、え、どうでした。めっめっちゃ美味しかったです。本当ね、美味しいんですよ、はいはい、美味しいお店、ぜひ皆さんに、はい、召し上がっていただきたいなと思います、はい、で、あのまゆちゃん、あれですか、伊勢崎モールの方も。あ、そうなんですよ、私が行きました、ぶらり商店街の方で行かせていただいて、はい、文明堂のルカフェさん行かれたことありますか。あ、あります、あります。あのパステルと言って、うん、あのパステルって何ぞやということがね、よく聞かれるんですけど、ぶら焼き用の皮を焼いた食べ物になっています。はい、バターの香りがね、ふわっと香って美味しいんですよね。そうなんです、こちらも皆さんに食べていただきたいなと思います、うん、いや、もうまだまだ紹介しきれないんですが、はい、あのお時間が来てしまいましたので、はい、館内おすすめグルメ、コメント募集しております。ぜひお寄せください。アット横浜プレゼンツハマリポ放送部マイルートの日。それでは次のコーナー、まるちゃんお願いします。はい、ちょっとだけリニューアル、浜の達人です。浜の達人、浜になりました浜の達人じゃないですか。浜の達人ですね横浜の丘の達人みたいな、こうね、浜で行きます、浜で行きます、浜の方がいいですかね。横浜、あ、違いますね違いますね、どっちで行きましょうかね。ちょっと探りながら進めていきましょうかね、はい、あの横浜の達人で今までやってきたんですが、はい、あの街の有名人をゲストにですね、横浜の街をさらに楽しむ方法を伺っておりますコーナーです。今日の達人の方はこの方です。はい、このマリナード地下街を運営する横浜中央地下街株式会社代表取締役社長奥田正則さんです。奥田
さんよろしくお願いします。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 まずあのプロフィールを伺いたいんですが、はい、お願いします。はい、私1981年に横浜市役所に勤めて、37年間横浜市役所で仕事をさせていただいた後、2018年からこの横浜中央地下街の社長をさせていただいております。まさに浜の達人ですね。そうですね達人ですよ。でもまあね、ちょっと下世話の話ですけど、こう行政のお仕事をされた後に、うん、この、まあ、民間会社を代表されるって、うん、なかなかちょっと違ったりしました？そうですね、あの全然やっぱり仕事の内容は違いますし、はい、あのお付き合いする方も違いますんで、はい、最初は本当に戸惑いましたね。そうですよね。じゃあこのもうマリナード地下街ができてからはどれくらいになりますか？はい、マリナード地下街ができてから、うん、もうすぐ46年になるんです。おー、いやー歴史ありですよ。ありますね。だってそのお店も今はあれ何店舗あるんでしたっけ？今27店舗ですね。27店舗27店舗入ってるんですね、はい、たくさんありますけど、はい、その、まあ、作った当時とかは、はい、それくらい元々あったんですか？あのもう少し多かったんですね。あ、そうなんですか？多かったんですね、はいはい、一番最初は。はい、そういう、 こう地下街の開発ってすごく難しいことなんじゃないかなと思ったんですけれども、はい、どんな風に作られていったんですか？もともとこの地下街を作ろうということになったのは、うん、当時国鉄JR、 だった JR ですね、はい、の関内駅と、うん、市営地下鉄の関内駅を安心して行き来することができるということと、あ、まあ、歴史ある馬車道商店街と伊勢崎町、伊勢崎モールをつなぐと、うん、つなぐ架け橋になるということを目的に地下街の建設が計画されたんですね。それで、開業したのが1977年の10月29日ということになって、間もなく46周年ということになります。すごい誕生月で、うん、そうなんです ね、イベント盛りだくさんですし、あの私たちもポスターで登場させていただきました、はい、本当にありがとうございます。いや盛り上がりますし、はい、誕生月のこうイベントとかって、はいはい、この後あったりしますか？そうですね、うん、あのマリナード地下街は毎年あのサマーセール、7月にサマーセールと、この10月が誕生月なんで誕生祭、はい、それと12月がクリスマスフェアという3つの大きなフェアをやってます。で、まあ、この10月が誕生祭ということなんですね。はい、はい、すごい。このキャンペーンとかって、はい、何かされますか？この10月1日から10月31日1ヶ月間が誕生祭の月間にあたりまして、はい、この間に対象となるお店で3000円以上のお買い物とか飲食をしていただいた方は3000円につき1回ガラポンの抽選ができるというのがあります。で、抽選会自体は10月25日から31日までなんですけども、来週です。そうですね、マリナード地下街で使えるお買い物券、お食事券ですとか、それ以外に特別賞として素敵な商品を揃えてますので、ぜひあのお買い物を楽しんでいただければと思います。いや3000円で1回回せるなら、そうですよ ね、買いますし、すごい楽しみですよね。ですね。そうで、あとからくじがないんですね。あ、そうなんですね。外れなしと。外れなしです。一番下でも50円のお買い物券がもらえるということになってますんで、じゃあハムカツ買えそうじゃないですか？そうですね。ガラポンした後ぜひそれを使ってお買い物していただければと思います。お得だ。すごいなですね。そのマリナード地下街の、まあ、ちょっと改めてなんですけど、はい、マリナードってどういう意味なのかなって気になってたんですけど、はいはい、なんかマラドーナみたいじゃないですか、ね、マラドーナみたいな全く関係ないですけど、これどういう風に決まったんですか？もともとはですね、あの会社の名前の通り横浜中央地下街というのが、まあ正式な名称なんですけども、うん、やっぱり多くの方に親しんでいただきたいということで、開業する半年前に、皆さんから名前を公募したんですね。それで半年前って結構ギリギリですね。結構ギリギリですね。そうなんです。じゃあその決まる前までは横浜中央地下街ですよということで、はい、そうですね。建設計画が建設が進んでたということです。じゃあ市民からの公募ということで、何票ぐらい集まったんですか？4700通。うわー、すごい。いただいて、まあ、当時緑区に住んでらっしゃった方の、まあ、が名付けられたマリナード地下街というのになったんですね。でこれがそのマリン、横浜ですから、マリン、はい、マリン海という意味と、プロムナード、散歩道ですね、これをかけた名前でマリナードという名称になったんですね。はー、
い、素敵ですね。なんか響きもいいですしね、マリナードっておしゃれですよね。おしゃれで、そうですね、もうこのマリナードに入るとこう綺麗な赤い色、この赤い色って何色なんですか、はい、赤って単純に言ってしまうのも申し訳ないなと思うんですけど、まあ赤でいいかと思うんですけど、社長が言うなら赤で、まあ、この赤がマリナード地下街の一つのイメージカラーになってるんです、ね、ちょっと落ち着いてるオフな感じですよね。落ち着いた赤ですね。こういうデザインとかもあのどこをお写真で収めても綺麗だなって思うんですけど、なんといってもこ の, あのマリン FM のサテライトスタジオ正面にはピアノもありまして、はいはい、演奏してる時にお写真とか映えますよね。そうですね、まあ、あの赤い装飾を見ご覧になればすぐマリナードのピアノだなっていうのが分かると思うんですね。確かに、はい、それとあのマリナードのイメージキャラクターの港真理子さんのご家族がいろんなところにいますので、ぜひそれも楽しんでいただければと思いますね。港真理子さんがとにかくおしゃれなんですよね。おしゃれでもうSNS とかもよく見ちゃいますもん、ね、素敵な、はい、あのお花のお写真もあげられてたり、はい、お店の情報もあげられていて、マリナードの情報盛りだくさんですし、はい、なんかお上品な分、そうですね、なんですか、言葉回しというかすごい私ファンで。素敵ですよね。そうなんですよ。なので港真理子さんからいいねが来るとちょっと嬉しい結構嬉しい嬉しいですねやったと思って、はい、いやそんなあの港真理子さんもあのたくさんですね、壁に描かれていますから、はい、あのお写真とかね楽しみいただきたいなと思います、はい、そして、まあ、改めてなんですけれども、このイベントについて、マリナードで開催されるイベントって結構盛りだくさんだと思うんですけれども、はい、ライブとか音楽ライブも結構あったりしますね。そうですね、毎月第1金曜日土曜日日曜日にこの広場で駅地下アート市っていうですね、はい、工芸作家さんがいろんな作った、ものを売ってらっしゃる駅地下アート市っていうのを開催してるんですね。それに合わせてこのピアノを使った駅地下ライブを開催してます。なんかいいですよね。だってなんといっても雨に濡れないんですよね。そうなんですよね、涼しいですし、涼しいですし、で特に今年はこのピアノを設置してちょうど12月で丸5年になるんです。おめでとうございます。で5周年記念ということで、12月23日土曜日には5周年記念のライブを開催して、今4組ぐらいのアーティストさんに出演していただく予定ですので、ぜひそれも楽しみにしていただければと思います。いや楽しみでございます。そしてあのオリジナルソングがあるということで、うん、この後おかけしたいと思うんですが、はい、曲紹介お願いしてもいいですか。つなぐシェアザサウンドオブミュージックという曲なんですけども、はい、この曲はマリナード地下街の親善大使であるココさんと、うん、ピアノ連弾ユニットの風神雷神がこのストリートピアノを作った翌年に自ら作詞作曲して演奏して歌ってらっしゃるという曲、マリナード地下街のテーマソングなんです。でマリナード地下街では毎聖時、例えば2時とか3時とかに館内でこの歌が流れているので、聞かれた方もいらっしゃるのかなというふうに思いますが、とても親しみやすいメロディーで素敵な曲ですので、ぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。ということでこの後おかけします、インタビューさせていただきました横浜中央地下街株式会社の代表取締役奥田正則さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アット横浜プレゼンツ浜リポ放送部マイルートの日。いやあのこのジングル変わったの可愛いですね。可愛いですね学校みたいで、ハマリポ放送部ですから、はい、ちょっと部活動としてこれからも、ね、やっていきたいと思いますけれど、はい、それではですね、最後に横浜観光ならあっと横浜からのお知らせです。まるちゃんお願いします。はい、今回も私はいつものようにここまではお出かけアプリマイルートを使ってきました。うん、ハマヘッドスタジオに来るまでも使ってたんですけど、市営地下鉄や市営バスの1日乗車券もマイルートで買えるので、まあ、デジタルチケットですので非接触で乗り降りする自由あれ乗り降りスムーズにできるので、ぜひ皆さんも使ってみてください。うん、もう本当にストレスフリーで使えますし、そうですね、そのルート検索、うん、そしてデジタルチケット、他にもですねお出かけ情報が今ちょっと言えてました、すいません私がね、はい、噛んじゃったので釣られちゃった感じですねじゃあお出かけ情報もね、はい、盛りだくさんでございますので、ぜひ皆様マイルートチェックしていただきたいなと思います。
ということで横浜観光ならアット横浜からのお知らせでした。プレゼンツハマリポ放送部マイルートの日、頻繁に鐘が鳴るというジングルで、そうですね、なんかちょっと緊張しちゃいますもん学校思い出して今2分間休憩が終わったみたいな感じでございますけれども、はい、ということでエンディングのお時間が来てしまいました。ハマリポ放送部新バージョンでお届けしましたけれども、まるちゃんいかがでした？新バージョンもいい感じですね。いい感じですか、はい、ありがとうございますみたいな感じで、最初しっとりから始まるっていう、そうですね、しっとりのみーちゃんを見れたので、はい、とても満足です。満足どういうこと？いや、どういうこと、まあ、毎回ね、またちょっとしっとり目からスタートしますんで、なんかちょっと毎回違ったみーちゃんが見れるなら楽しいなって思いました。あとこれはまたしっとり系じゃないパターンも見てみたいなってちょっと相談させていただきますねぜひお願いしますそしてなんといっても今ですね、はい、マリナード地下街で開催しておりました、横浜グリーンマルシェのイベントもちょうど終わったところで、はい、そうですね、朝お昼から盛り上がってましたよね。盛り上がってましたね、うん、いやもうたくさんの方が来てくださって、うん、とても嬉しかったです。マルシェもお店もたくさんあって、美濃屋あられさんも、そうです ね、あともう2人とも辛いものを食べましたね、うん、食べましたね、ホットソース、ホットソース、いやでもとても美味しかったな、うん、あ確かに食リポすればよかったですね。そうですね、ちょっと間に合わなかったけど、はい、また次回の機会があったら、うん、ですね、うん、食リポもやってみたいなと思います。 そしていただいたお花がですね、マリナードのお花屋さんフローリストなおさんから届けていただきまして、こんな可愛いお花が、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ハマリポ放送部また2年目も頑張っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、うん、ではですね、そろそろお時間となってしまいました。ハマリポ放送部では横浜の素敵なスポットやグルメをこのようにご紹介していきます。次回の放送も本当に楽しみです。お出かけアプリマイルートでは移動時間の検索やデジタルチケットの購入もできますので、さらに便利に活用ください。これからも横浜の情報をたくさん発信していきますので、マリン FM ハマリポ放送部マイルートの日並びにアット横浜 YouTube 公式チャンネルの登録もよろしくお願いいたします。お願いします。次回の放送は10月28日の放送となります。部員はアット横浜ナビゲーターの陣愛理ちゃんが来てくれます。今日も大変可愛かった、可愛かったです ね、 ね、イベント盛り上げてくれました。愛理ちゃんこの後よろしくお願いします。いやということで、なんか一日の終わりを感じておりますけれども、ちょっと寂しいね。またちょっと買い物していこうかなって思ってますけど、はい、行きましょう、行きましょうね馬活堂で食べなくていいんですか？それはまた後日なんとなく断られましたけど食べますか？食べたいのと思って、まあまたね、今度ね、ぜひまた今度まるちゃんと行かなきゃいけないところいっぱいあるんですけど、いっぱいありますよ、はい、ちょっと一つずつ解消していきましょうね。お願いします、お願いします、はい、ではでは名残惜しいですが、そろそろお時間となりそうです。この時間のお相手はみーちゃんこと川内みずきとアット横浜アンバサダーのまるりおなでした。次回のハマリポ放送部マイルートの日でお会いしましょう。10月28日次回はですね、ハンマーヘッドスタジオからお送りしますので、はい、お間違いなく公開生放送でお待ちしておりますということで、この後の横浜の夜もお楽しみください。せーの、いってらっしゃい。